黄綬褒章を受章する寿司職人の小野次郎さん。昭和40年に東京銀座で寿司屋すき家橋次郎を開業。厳しい格付けで知られるフランスのガイドブックで最高ランクの三つ星に7年連続で選ばれています。今年4月にはアメリカのオバマ大統領が来日した際、安倍総理大臣との非公式の夕食会の場所としても話題になりました。受賞したよって言われたから、まあ、その時は本当にびっくりしてね、寿司屋の親父がそんなものなんて思ってもいないでしょ。それいい仕事ですよ、誇りのある仕事ですよ。生まれ変わってもやっぱり寿司屋になりたいよ。